いつも森尾ハザード TV を見ていただいている皆様、お疲れ様です。森尾ハザードです。本日はですね、皆様にですね、見せていない動画、それをですね、見ていただこうかなと、思って今、動画にしております。まあ、今年に入ってからですね、1月23日から、7月23日まで、モテるためにですね、ダイエットという目的で、筋トレ、食事制限頑張って、マイナス10キロ、痩せることに成功し、体も締まることができました。でですね、その、動画を撮っていく中で、皆様にまだ全然見せていない、そして、いろんなことをですね、私動画内で、言っておりました。そのことについて、いろいろ皆様に謝らなければいけないことがありますので、まずは、こちらの動画を、ご覧になってください。どうも、ピチピチおじさんです。私、ピチピチおじさんは、本日1月23日から約半年間をもって、この中途半端な体型を改造し、マッチョになりたいと思いまーす。はい、ということで、森尾ザトでーす。ね、すいませんね、生前の姿でね、やらさせてもらってるんですけども、今日からですね、なんとも言えない、中途半端な体をね、改造していきたいなと。約半年でどれぐらいの体型になれるのかなと。まあ、理想としては、ウィンズの立花啓太くんぐらいの体つきにね、マッチョになってね、かっこいい体になれるのか。そして私、ピチピチおじさんは、ウィンズの立花啓太くんに近づけるのか。はい。当初ですね、ダイエット企画ではなく、肉体改造し、ウィンズの立花啓太さんのような体つきになれるのかと、そういったことを、目的としておりました。見た目と反するようなね、行動を取ろうとしたこと、全然違う生き物の方向にね、近づこうとしたこと、立花啓太さんのようなね、体つきに、ね、なりたい、近づきたいと、調子こいてね、言ってしまったこと、誠に、申し訳ございませんでした。そしてですね、字幕では立花啓太さんと、書いておりましたが、発言的には、立花啓太くんと呼んでおりました。自分の方がね、年上だというね、それだけの行為でね、くん付けして、自分が、上に立とうとしたこと、本当に、申し訳ございませんでした。まだまだ続きがございますので、そちらの動画の方を、見てください。来るべき、オリンピック、まあオリンピックあるのかわかりませんが、まあ外国人の女性にモテるぐらいの体つきになろうかなと。どちらかというと、ダイエットというよりは、もう、この、明らかにこう、フォルムというか、シルエットをこう、こう綺麗にね、いかなる、マッチョと言えるような感じにね、なれるようにちょっとやっていきたいと思います。ちょっと体重も測ってみましょうか。一応、ダイエット目的じゃないんですけども。はい。半年経った動画ではですね、ダイエットという、名目で、動画にしてしまったんですけども。本来はですね、体脂肪を落としながら筋肉をでかくするという、そういったものを動画にしようと思ったんですけども、最終的には、ダイエットという方向に、舵を切ったという、誠に、申し訳ございませんでした。まだまだ続きがございます。ご覧になってください。体重上がりましょう。体重上がる。体重上がるよ。ではね、体重上がりまーす。はい、言い直した割にはですね、面白いこともせず、普通に、言って、ことを進めて、最終的には謎に乳首をさするという、誠に申し訳ございませんでした。続きがあります。どうぞ。どうも、ピチピチおじさんです。さあ、やってまいりました。ピチピチおじさんの体改造計画。今日がですね、4月24日、3ヶ月ぐらい経ちましたね。その3ヶ月経った、成果、この中間発表を今からやっていきたいと思いまーす。まあ、山でも海でもない体つき、まあ、それがどれぐらい3ヶ月で、変わったのかっていうのと、あと一応ね、ダイエット中、ダイエットしてるわけじゃないんですけども、はい、というような感じで、78キロの今のこの、体つきです。これをね、あとやっぱ、3ヶ月で、私が本来言っていた、ウィンズの立花啓太さん、立花啓太さんの体にどれぐらい近づけるのかと。まあ、無謀ですけども、まあ、目標はそこ。で、最近ね、元 K1 チャンピオンのね、
マサトさんのね、動画なんか見せたら、マサさんかっこいいっすよ。マサさんやっぱね、私、まあ、顔面は違えど、体つきは、まあ、近づきたいなっていうことで。バン。はい。まだね、3ヶ月経った、この時点でも、ダイエット中、ダイエットじゃないと、まだ言い張ってですね、体脂肪を落としながら筋肥大を目指そうとしてたこと、誠に申し訳ございませんでした。そしてですね、まだこの時点でも、ウィンズの立花啓太さんのような体つきになりたいと、無謀なことを言っててしまい、誠に申し訳ございませんでした。そしてですね、ウィンズの立花啓太さんだけではなく、元 K1 チャンピオンのですね、マサトさんの、体つきにもね、手を伸ばそうとしてたこと、こういう私みたいな風貌の癖して、ああいった方たちのね、体つきを目指そうとしたこと、これはもう、やっぱ調子こいてる証拠だなと。ましてはですね、なんと言うんでしょうか、筋肉二股とも言うんでしょうか、ちょっと言葉がちょっとすみません、私学がないもので、一人を追うんじゃなく二人の体つきを目指そうとしたね。まあこれも二股ですよね。まあそういったね、ことをしようとしてしまい、誠に、申し訳ございませんでした。続きあります、ご覧ください。ゴーピチピチおじさんです。さあ本日6月24日5ヶ月経ちました。私おじさんはいい体になってきているのか、とりあえず一旦裸を見せたいと思います。6月24日現在、ピチピチおじさんはこんな感じの体となっております。思ってるよりはね、なかなかもっとねでかくなれるかなと思ったんですけど、全然でかくないですね。どちらかというとガリガリおじさんに近づいてる感じがします。はい、ということでね、もっとねいい感じになれるように、もしくはあれですね、1ヶ月でどれぐらい体重落ちるのか、腹筋はかなり割れることができるのかというね、方向転換するかもしれません。バン。これ私しか見てないから、知らないと思うんですけど、はい、バン。ちょっとね、半年、まあ僕のね、筋トレのやり方とね、食事の仕方、これがちょっとやっぱ甘かったんでね、やっぱ半年でね、ウィンズの立花啓太さんとかね、マサトさんみたいにね、ああいう感じに持ってくっていうのはやっぱ不可能でしたね。バン。はい、皆様がですね、見てないことを、いいことにですね、さらにですね、方向変換をしようとしてしまってたこと、誠に申し訳ございませんでした。体脂肪としながら筋肥大、体脂肪の頃、3ヶ月後も、言ってましたけども、やっぱなかなか難しかったということで、1ヶ月でどれぐらい腹筋が割れるのかとか、謎のことをね、しようと、皆様が見てないことをいいことに、私は、いろんなことをしようとしておりました。誠に申し訳ございませんでした。そしてですね、この半年間を通じまして、私はですね、筋トレを舐めておりました。半年間でね、もっといけるとは思ったんですけども、なかなかやっぱり自分の知識がなくてですね、最終的に、ダイエット企画、という風に、舵を切ってしまったこと、本当に、皆様、申し訳ございませんでした。7ヶ月経った今、やはり、ウィンズの立花啓太さんのような、体つきにはなれませんでしたけども、立花啓太さんのような感じにはなりたいということで、謝罪動画ではありますが、立花啓太さんを、やらせてください。それでは、偽立花啓太さんでフォーエバーメモリーズ、よろしくお願いします。はい、皆様、ふざけた動画になってしまいましたけども、最後まで見ていただきありがとうございました。次回の動画でですね、今後のビチビチおじさんの体の方針について、ね、語りたいと思いますので、もしよかったら、懲りずに、ぜひ見てください。本日はありがとうございました。あとですね、この動画をですね、ウィンズファンの皆様が、見てないことだけを祈ります。もし、ウィンズファンの方がですね、この動画を、見てしまった場合、本当に、申し訳ございません。ウィンズの立花啓太さんのお力を、貸していただきました。誠に申し訳ございませんでした。それではまた。二人で過ごした毎日が今は時が過ぎて思い出になり、また一日が始まってゆく。何よりも大事
切があった。誰よりも愛し